汗もったいない話。汗もったいない話。現在2023年の夏ですけど、今年の夏はね、もう観測史上一番暑いんじゃないかみたいなこと言われてて、私もそう思います。生きてた中で一番暑い。暑い日が長いっていう意味ね。うん。で、雨が降っても全然涼しくならないっていう、一日も涼しくならないぞっていう、そういう夏で。で、そうなるとね、汗かくシーンも多いんですよね。お風呂入って出たらめちゃめちゃ汗かくし、それから朝起きた時もね、なんか汗かいてるし、なんかちょっと作業したら汗がボタボタ落ちてくるし、もともとの気温が高いのもあるし、体がね、すぐ汗かかないと、これすぐ体温上がっちゃうから、もうスタンバってるわけね。すぐ汗かくぞみたいな感じで。で、私はね、それ、まあ、汗かくことはいいことだけど、暑いからね。で、ボタボタかくから、なんかね、家の中にいるときはね、その、作業とかしてるときはね、上半身脱いで、パン1とかね、パン1とか、上半身 T シャツ脱いだりとかして、で、T シャツが濡れないようにして、汗でね。そうしたんですね。今年は暑いから。で、その方が涼しかろうと思ってね、上半身脱いでたら、もうボタボタ汗が止まらないわけ。で、汗がね、こう流れてって、パンツのとこ、パンツのゴムのとこにね、溜まってて、パンツがびしょびしょになるっていうね、そういう現象で、で、おかしいと思って。汗が出すぎてると思ってね。確かに今年は暑いのは、ね、皆さん知るとこですけど、こんなボタボタ汗かいてたら、体調悪くなるだろうと。いくら水飲んでね、塩分取ってても。で、私は逆張りだと思って。途中からね、T シャツ着るようにしましたね。どんなに家の中で暑いでね、暑くて作業中で、こう、クーラーかけらんない。ね。で、汗が出ると。で、例えば自転車のね、メンテナンスとかやるときに、外でやったら暑いし、日差しが暑いし、中でやったら、クーラーかけらんないですよ。スプレーとか使うからね。で、こう、汗ボタボタになるからね。で、T シャツ1枚は着ることにしましたね。薄い T シャツ1枚ね。そしたらね、意外といいんですよ。汗かきますよね。で、薄い T シャツ1枚がべちょべちょになると。でもね、このべちょべちょになるってのはね、そこで T シャツがこう、蒸発して、水分が蒸発して T シャツが冷たくなるんですね。だから冷たいジャケット着てるみたいなもんだから、汗が無駄にならないっていうね。T シャツにこう染み込ませて、T シャツが冷えるから体が冷えるっていうね、そういう感じで、だからね、夏だから暑いから外とかでね、上半身裸で海とかね行ってて、で長時間過ごすと汗がボタボタ出てきて、で汗が流れちゃうんですね。で流れちゃうってことは体の表面ずっと付着してないから、気化熱を使えないっていうね。体はせっかく汗かいてるのに、なんか気化熱が少ないぞみたいな感じで。で、さらに汗をかくっていうね。脱水みたいなことになるから。だから、かいた汗は T シャツに染み込ませて、こう気化熱をね、使うっていうことをやっとくと、意外にいいと。私はね、悟りましたね。正しいか合ってるか間違ってるかわかんないけども、私の経験則ではね、パン1。ね、上半身裸とか、パン1よりも、薄い T シャツ着てた方が、涼しくなるっていうね。一枚着た方が涼しくなるぞみたいな。そういったね、なんか逆説的な感じですけども、そういった経験をしましたね。